表目対裏目が3対2に縫い終わりについて説明します。皆さんこんにちは、モカリーナです。今回はセリアの刺し子付近伝統柄4の花格子の作り方の紹介です。花格子は花模様を格子状に組み合わせた模様です。とても可愛い模様なので購入された方も多いのではないでしょうか。私は2色の糸で花格子を作りました。完成した刺し子付近がこちらです。表側は可憐な小花の模様ですが、裏側は全く違った模様でダイナミックな感じです。後でお見せしますので楽しみにしていてくださいね。この動画では花格子の作り方やコツ、模様の意味、それから花格子の図案の描き方を紹介しています。それでは行ってみましょう。今回のおやつはガレットです。ちょっとメーカーがどこのなのか書いていないのですが、ガレットは平たく円形に焼いた焼き菓子の総称です。このお菓子はフランスのブルターニュ地方の伝統菓子で、厳選した上質なバターのコクと香りが際立つようにさっくりと熱く焼き上げた厚焼きクッキーです。こちらをちょっと開けてみます。なんかね、ザクザクした歯ごたえでほろほろ崩れる食感を楽しめるお菓子になっているということで、なんかもう袋の中にはほろほろとクッキーの崩れたものが落ちています。こんなに分厚いです。こちらをちょっと食べてみます。ザクザクとした歯ごたえで口の中でほろほろと崩れる。でもそんなに甘くないんですね。で、ちょっとこのガレットは何だろう、マロンのね味がするんですね。この中に入っているのがマロンなんですかね。ちょっともうちょっと食べてみます。うん、柔らかいのかなと思ったら結構な硬さで、バターの香りというよりはマロンの風味の方が勝っているような感じで、食べ応えのあるお菓子です。美味しいです。あ、本当にほろほろと崩れていく感じです。じゃあこちらはまた後で食べようと思います。はい、こちらはセリアの刺し子付近伝統柄4の花格子です。でこちらをちょっと開けてみます。キットには簡単な説明書と花格子と書かれたプリント済みの晒し木綿が1枚入っています。この晒し木綿を花布巾に仕上げていきます。花布巾に仕上げました。花布巾の作り方は概要欄をご覧ください。今回は図案の描き方を説明しています。セリアの刺し子付近伝統柄4は新しいのが2024年バージョンで販売されていまして、この刺し子付近が2023年度のものになります。それで2023年度の刺し子付近は店頭に出ているものだけになりますので、花格子が刺したいけれども手に入らないなという方のために図案の描き方を紹介しようと思いました。まず方眼線を描いていただいて、花格子の方眼線が9ミリ方眼です。ですのでちょっと中途半端なので1センチでもいいのかなと思いますが、セリアと一緒のサイズにしたい方は、画像の方を参考にしてください。で、図案の描き方、まず縦の線を描いて、で次に横の線で斜め
反対側の斜めと書きます。それでセリアの刺し子付近と同じような模様にしたいなという方は、この花付近はちょっと特徴があって、この斜めの線はお花とお花の間に1本線が入るんですね。ですので3つ並ぶのですが、額縁に面しているところだけは2つになります。額縁の横の1目がないんですね。ここもここも全部なくて、ですのでこの一番角のところは真ん中だけの1本になります。青色で斜めの線を描いていますので、そちらを参考にして図案を描いてみてください。今回使用する糸はコスモルシアン日だまり糸の緑色と赤色です。この糸にはお名前があって、この緑の糸はスペック202のよもぎパンと、赤色の糸は401のクランベリーです。この糸を使って刺していきます。はい、はじめに額縁から刺していきます。はい、額縁を塗っています。額縁の角まで来たら 0.5 ミリから1ミリほど角をずらして、また下書き線通りに塗っていきます。そしたらちょっと針を抜いてみます。こんな感じで角ができました。そしたら一周額縁を塗っていきます。はい、これで額縁が全部縫えました。今回は下書き線よりも表目の方を少し長めに縫いました。表目対裏目が3対2になるのが美しいとされていて、それで少し長めに表目を縫って、このグラデーション糸のグラデーションが美しく見えるように縫ってみました。はい、次は縫い順の説明です。花格子は縦横斜めの線からできている模様です。はじめに縦の線を縫って、次に横の線を縫います。それから斜めの線で反対側の斜めの線と縫っていきます。花格子はここのお花とお花の間にある線が格子、お花の格子の目になるので、この目を私は赤と緑の糸で縫おうと思っていますが、どちらにするのかというのを少し悩んでいます。はい、縦の線を縫っています。ここから縫って端っこまで来ました。で、端っこまで来たら次の段がここなので、布と布の間を通して次の段に進みます。はい、それからまた下書き線通りに縫っていきます。はい、こんな感じで特に難しいところはなく、ザクザクと縫える感じです。はい、で裏側を見てみると、ちょっと縫い目が長いんですね。ですので糸呼吸をして、でこの糸の引き加減を注意しながら縫ってください。はい、そしたらまた縦の線をどんどん縫っていきます。はい、これで縦の線が縫えました。表側はこんな感じでポツポツと小さい縦の縫い目が入っています。裏側は表側よりも長い縫い目がたくさんできています。はい、横の段を縫っています。角まで来たら、先ほど縦の線を縫っている時に言い忘れたのですが、裏側の目を1目縫いたいという方は、この部分ですね、この間を1目縫ってください。今
回私は裏側に1目入れずに図案通りに縫おうと思っているので、お花の部分に糸を持っていって、それでまた図案通りに縫っています。小花の縫い目の長さを合わせるのが難しいです。こんな感じでもうすでにどんどん可愛らしくなっていってます。そしたらまた、横の線を引き続き縫い進めていきます。はい、これで横の線が縫えました。表側はこんな感じで、裏側は十字の模様がたくさん入っています。ちょっと見えにくいのですが、斜めの線を縫っています。ここまで来たところです。ちょっと目は細かいのですが、特に難しいことはなく、ザクザクと縫える感じです。目が細かいので裏目をしっかり開いながら縫い進めています。はい、こんな感じで、はい、これで斜めの線が縫えました。表側はこんな感じで、裏側は、はい、こんな感じで斜めの線が入っています。そしたら最後に反対側の斜めの線を縫っていきます。で、縫い始めと縫い終わりなのですが、例えばここの目のように一目しかなくて、額縁の色とは違う緑色で縫いたいという場合に、額縁の目を使って3目返すということができない場合があります。そういった場合の縫い始めをやってみたいと思います。糸の端を玉結びしていただいて、布と布の間から針を通して縫い始めの縫い目のところに持ってきます。で、玉結びは布と布の間に入れ込んで、でこの縫い目のところで引っ掛けて留めます。で、一目縫って、でまた布と布の間に針を通して、で次の段に進みます。はい、こんな感じです。はい、今度は縫い終わりについて説明します。3目返して縫い終わるという方法もあるのですが、それができない時にどうするかというのをお伝えします。玉結びをして終わる方法なんですけれども、最後の一目を縫っていただいて、できれば裏側で処理する方が表に響かないのでいいかなと思います。で、縫い目の縁に糸を出していただいて、ここで玉結びをします。それで同じ針穴に針を通して、この玉結び玉留めを縫い目の中に入れます。今ポンって言いましたね。はい、表も縫っていないのを確認していただいて、ちょっと引き気味にしながら糸を切ります。はい、こんな感じです。一目刺しと模様刺しの縫い始め縫い終わりについては別の動画で詳しく説明していますので、そちらの方を見ていただいたら分かりやすいかなと思います。はい、そしたら引き続き斜めの線を縫っていきます。はい、これで図案が全部縫えました。そしたら今から水洗いをして下書き線を消して、乾燥させてからアイロンがけをして仕上げていきたいと思います。はい、こちらが完成した花格子です。表側は
小花がたくさん並んで可憐な感じでとても可愛らしいです。裏側は表側とは全く違った模様で、はい、こんな感じで十字がたくさん並んで格子模様の中に入っています。私はこの格子の部分を赤色にするか緑にするか悩んだのですが、格子の部分を赤にするとちょっと緑の部分が目立たずに負けてしまうかなと思って緑にしました。華やかなのですがしっとりした感じになっています。次は模様の意味です。この格子というのは建築に用いられる建具の意味があります。花格子は格子状に、これは線なんですけれども、ドットと花模様を組み合わせた模様で、江戸時代より織物の柄として用いられ、華やかさとモダンな印象を与える模様です。それでこの格子は縦縞と横縞が交差している模様の総称で、日本伝統柄の一つです。正方形や長方形を格子状に並べたデザインは上下左右に途切れることがないことから、永遠、発展、繁栄の意味がある縁起の良い柄です。これで模様の意味を終わります。今回はセリアの花布巾、花格子の作り方の紹介をしました。花格子は縦横斜めに縫っていけば比較的簡単にできる模様です。ザクザクと縫いたいなという方や初心者さんにもおすすめの図案です。表側とは違って裏側の模様も楽しめますので、ぜひ参考にして作ってみてください。これでセリアの花布巾、花格子の作り方の紹介を終わります。私のチャンネルでは主に刺し子の作品の作り方の紹介をしています。動画を良かったと思われたら、いいねボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご意見ご感想がありましたらコメント欄にお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。